初めは緊張しましたね、いる時は。でも痛いけれども、これこう我慢しなきゃいけないんだなって、こうなんかこれから頑張るぞっていう、そういう気持ちになりました。英語の人はタトゥーって言って、こちらでは入れ墨っていう人が多いですけど、僕たちは彫り物と呼んで、タトゥーはやっぱこうファッション的なところがあるんでしょうけど、まあ、彫り物は一応作品として背中、腕、胸全部こう続いてないと僕らは彫り物とは思ってませんし、断片的につけてるのはまた僕らの考えるものとは違ってると思います。まあ、彫り物に対して、まあ、悪いイメージが結構日本ではついてるんで、サウナとか普通のそういう浴場には入れないし、いろいろなことで制約があるんですよ。人が決めることなんで、入れてるのは自分の中で思えばいい話です。その大山参りとか公に見せてはいきますけど、それ以外は人には見せません、基本。ここは大山阿夫利神社というところでして、まあ、現在の大山参りの一番メインの場所、主要な場所になっています。私の家は、まあ、300年前からこの大山の地域に住んでいると言われてまして、この大山阿夫利神社で神主をしています。私が、まあ、一人っ子といいますか長男として、まあ、目黒家を守っていく今立ち位置になっています。まあ、ここにですね、7月夏山というシーズンに参拝の人たちがたくさん来るような形になりますね。その中でですね、まあ、長友会という大山講と呼ばれるグループがここにお参りに来るんですが、まあ、この人たちは体に彫り物をしておりまして、ここに来るとですね、まあ、神様にそれを見せるという意味合いも込めて正式参拝といってお参りをするというのが1年に1度の通例になっています。先導師というのは大山参りをされている方々をご案内して、山にあります大山阿夫利神社の方までご先導、要するに一緒にご案内をするというのをメインにしている神職ですね。すみません、ちょっといっぱいなんで、そこの駐車場でできますか。はい、すみません。私は大山の先導師として37代目を今継いでおります。大山に私のうちが生活したというのは700年800年ぐらい経つと思います。長友会というのはもともとはですね、東京の神田を中心にしたその飛び職さんだとか職人さんで彫り物をしている方が、まあ、集まった同好の会ですね。創興できてから140年以上経っておりますね。よく彫り物と入れ墨同じように言われてしまうんですが、入れ墨というのはもともと刑罰、悪いことをした人の合図として、どこでどんな犯罪を犯した人なのかというのを入れるという意味で、これは黒だけです。映画の影響だとかで彫り物を、まあ、俗に入れ墨はヤクザとか暴力団とかいうイメージを持たれますけど、彫り物というのはその人の体に自分が信じている神様とか、それから自分がなりたいものとか、そういう縁起的なものを
背中に絵としてアートとして入れてるものです。僕が若い時に町のチンピラにこう腕から見せてギャングの名前を書いたの俺はこれだなんて見せられた時に僕は笑っちゃいましたけど、そういうような目的で使うものでとは全く嫌なので、背中に彫ってるものに恥じないように生きようかなとか、そういうなんていうのスピリチュアルなものでもないですが、そういうしょったことによって入れてるから変なことしたりはできないと思ってますので、下をかぶせる、かぶせるようにしてこの脇で一番ローライズすぎますか。ローライズだぞ。全開出すぎない？なんで結局は全開出すぎない？申し訳ない。誰がというよりはもう誰しもがやっていたというのが彫り物なんですね。彫り物を入れないと粋ではないという認識もあったほど日常の世界にあった文化なんですね。それが逆転、反対になっちゃったんですね。できるだけ見せないように気を使わなきゃいけない文化に完全に変わってしまったというのが今の現状ですね。ただここに来るとそれができるというのがこの大山というところでもあるんです。山へ登る前に皆さん方が無意識のうちでも罪汚れがあるのを清めるという、その一つとしてみそぎという滝の中に打たれて落ちてくる水でその自分の汚れを取るという滝行というのをやります。すごい。これはもう奈良時代からずっと続いている、伝統的なというか日本的な行ですよね。で、江戸時代の浮世絵にも特に大山参りの浮世絵では一番多いと思います、シーンが。正直言うとその浮世絵で結構見てるとですね、みんなこの人の彫り物すごいなっていう人かなり多いんです。やっぱりそれは文化として認められてるからだと思いますし、彫り物の文化というのがやっぱり根っこの方では日本の文化というのは分かっているところがあると思うんですね。あと7分。私たち今現代社会に生きている人間が昔の社会から学ぶことっていうのはたくさんあると思うんです。もっとこう日本の社会、隣の隣人がですね近い存在になっていく未来というものがあれば、この、日本という社会はもっともっと良くなっていくんじゃないかなと思います。
抵当くださいませ。私たちの役割は人と神様をつなげるという役割があります。そして、神社というものの役割は人と人をつなげるという役割もあるんですね。ご神前高いところとはなりますが、これの本日ご参拝をいただきました江戸町友会皆様方ようこそお参りをいただきました。ぜひこれからも甲本さんを中心とされましてご検証にてお進みをいただきたいと思います。大変ご苦労様でございました。どうぞ一枚お借りください。どうぞ一枚お借りください。こちらでもお借りいただきます。どうぞ一枚お借りください。堀も入ってる人前で何かへこましてたから早くして日焼けしちゃった。モネちゃん一緒に日焼けだよ。はい、森田さん、はい、こっちください、こっちください、行きます。はい、行きます。お願いします。祭典の後に飲むお酒は、ナオライというんですけど、このナオライの意味というのは神様と食事を一緒にするという意味合いなんですね。織物っていうのは芸術だと思うんですね。その絵自体にもやはりその魂が込められて、それをみんなまさに背負って生きてるんですよね。江戸時代から続いている日本的な文化をなぜその文化として見ないのか。やっぱり日本に伝わってきた貴重な文化だと思います。その文化を残していくっていうのは大切なことだと思います。好きな人たちが集まって長く続けていくということが一番じゃないですか。3人でも2人になっても1人になってもそのままずっと続けていくっていうことがいうものだと思います。
はい。